こんにちは、森高弘です。本日もアスリートプロジェクト森高弘塾をご覧いただきましてありがとうございます。本日は悪質部位を使ったトレーニング方法についてご紹介させていただきます。この悪質部位は今日本だけではなく海外の選手が多く使われているんですけども、体幹を使ったトレーニング、そして軸を安定させながら泳いでくるというトレーニング方法がたくさんあります。この悪質部位を使ったトレーニング方法についてご紹介させていただきますので、ぜひ参考にしてください。はい、この悪質部位を使って自由形の3つの方法をご紹介させていただきます。まず1つ目はこのプル部位を足首につけていただいて、ノーブレでやっていきます。で、このノーブレで気をつけることは、まずしっかりと頭の位置、目線を下げること、そして手の位置が中に入りすぎないように気持ち少し外側に入水してあげます。中に入ってしまうと悪質部位が動いてしまいますので、まあ、この辺りはやってみると分かると思うんですけども、ノーブレしながらどの手の位置に入水したら自分自身で書きやすいかっていうのを探すということが大事になってきます。そしてあと悪質部位をつけた時に、ただ足首につけるだけじゃなくて、つけた後しっかりと挟むように、この間柔らかくなってますので、しっかり挟むっていうことが大事になりますので、そこを気をつけながらやってみましょう。